はい、最近ちょっとこれが好きです。はい、皆さんこんにちは、みそぎでございます。はい、ということでブラブラします。魚見公園もいいな、まあ、地元のね発見がないかなと思って今探してるんですけど、これからだったっけ、これからでよかったんだっけ、もう一個向こうの方がまっすぐ行けたんだっけ。はい、どうやもなんですね。どうやもに行ってらっしゃい。エステサロンがあるんだ、ここ。久しぶりに来ましたね。皆さん来てくれましたか、僕の堂山の動画を見て来てくれたって人いるのかな。まあ今日はね、島あっちの方までは穴の方まで行きませんけど、ちょっとそこのね駐車場止めて軽く休憩しようかなっていう感じです。いやー、ただの漁港。マジでただの漁港。一回ちょっと飲み物で買ってあっちの駐車場に止めましょうかね。あれ、あかんね。よいしょ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。そうです、そうです。お、結構大きいです。扱いやすい。そうです。そうですね。はい。すいません。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。はい。ああ、川崎のバイクがいいからって言われてるから、川崎乗りだったんですかね。川崎の割合いいのかな。川崎のバイクはでもいいんですかね。これならディスクロード曲がってますみたいな動画上げましたけど。どっちがいいかな、こっちに止めるか。ちょっと軽く浜辺を見て、で今度いつもね行ってる場所に行こうかなと。はい、芦屋の海ですね。ここいいんですよね、来といてなんですけど。すげえ音した。よいしょ。でちょっとサブカメラ止めて、コーヒー飲めねえな。はい、ということで、芦屋の海です。いいよ、皆さん来てください。ここ本当にね何もないんで。おい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 、3、4、5。あ、先ほどのおじい様、釣り人さんだね、今のさっきの方は。じゃあ堂山を後にして次は秘蔵スポットに行こうかな。あ、何時、あと13分で閉まるんか、これもしかして。13分で閉まるか。まあいいや、13分も動画撮らないからいいや。久しぶりの隠れ家に行きます。何時までだ。6時。よし、6時だった。珍しく1台も止まってないのでは、これ。おお、オッケー。これはもう一番いい場所を取れますね。横止めしちゃおう。こんな感じですね。このホテルがなければね、最高なんですけどね。じゃあちょっとまた休憩したいと思います。よいしょ。はい、帰ろう。うん、公開してるから秘蔵じゃなくなってるけど、秘蔵スポットでした。あ、この 25R のやっぱこのフルロックの角度、やっぱこれ慣れちゃってると 6R とか 10R とかの時にね、ちょっとおってなりそうですよね。僕の地元なんですけど、いいところはたくさんありますのでね、まあ、ぜひとも皆さん観光にはならんけど、遊びに来てね、なんかお金を落としていってくださいよ。僕がね今ね、バイク、2年乗りまして、今3年目に突入したんですけど、やっぱり最初の頃に買った装備っていうのがもうメーカーとかバラバラで、まあ、タイチだったりコミネだったり、ね、アルパインスターズだったりと、でいろんな南海だったりね、あのいろんなメーカーの、製品をね買ってたんですけど、やっぱりそろそろなんか統一したいなってずっと思ってて、まあ装備揃えようとし始めた当時はね、とてもじゃないけど串谷とか、まああいう高級な、ブランドですよね。うわー、ちょっとね無理だろうなーと思ってたんですけど、まあやっぱそこは慣れですかね。やっぱりいいものを欲しくなるっていうあの心情が湧きまして、
で僕もね、あのパリピの聖地メルカリって僕呼んでるんですけど、あのメルカリで、今まで持ってた装備をね、出品しまして、で全部売れました。全部、まあ、全部というかウェアとかパンツはね全部売れましたね。だから皆さんがちょっと見慣れてたアルパインスターズのメッシュジャケットがもう、もうすぐね夏ですけど、もうあれを着ることはないですね。皆さんよくあのジャケット一番ね、多分僕が一番最初に買ってつけたあのバイクウェアなんで、まああれを見てね、あ僕だっていう風に判別される方もねちらほらいたくらい、まあちょっと思い出もなかなかある、装備ではありましたけども、まあここはね、装備を一新してなおかつちょっとこうメーカー統一したいなということで、全部出品して、まあね幸い買ってくださる方が いらっしゃったんで、よいしょ、寒くなってきたんでちょっと首元まで上げましょう。まあ、それを資金源にして、クリスタル景品をね、揃えていきました。だいぶね揃いました。まあ、パンツがね一番あの大事だったというか一番手に入らなかったんですけど、エクスプローラージーズも手に入って、で、まあ、夏用に考えている装備っていうのが、ズボンでいうと同じくクシタニのコーデュラデニム、なんだっけコーデュラデニムジーンズだっけ、なんかその名前、まあ、コーデュラデニムです。はい、これがあのまあ、春夏、まあ、秋もいけるかなって感じなんですけど、まあ、主に僕はその夏用として買いました。夏用の、ね、メッシュパンツっていうのも、ね、やっぱあるんですけど、まあ、ちょっと今のところは夏だけのためにそのパンツを1着買うっていうのがまだちょっとねそこまでって思ってるんで、まあ、もし買うならばこのエクスプローラージーンズのパンチングのやつ、あれかなと。まあ、このエクスプローラージーンズかなり優秀ですねこれ本当に。まあ、散々あの皆様のレビューとかをねあの見て買ったわけなんで、まあ、良いものだというのは想像できてたんですが、もう想像以上にいいですね。僕はその汗っかきなんで、そのなんだろう、夏場とかだとちょっとこうなんていうかな、ベタっとしちゃう可能性があるんで、まあ、夏場はさすがに履けんかなと思ってるんですけど、まあ、その代わりといったなんですけど、そのコーデュラデニムっていうそのジーンズをね、1着買ってエアリーピンクが入ってますんで、まあ、夏場それでいけるかなと思ってるんで、ちょっとそれで夏を乗り切ろうかなという感じですね。で、多分あのお披露目できると思うんですけど、フルメッシュパーカージャケットっていうのを買いましたんで、まあ、それをね着て、夏場はねブイブイ走ろうかなという感じです。はい、ということで以上ミスレギでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。